これがドームの控え室ですな。ソファーも嘘みたいに、ふくふく。あんまり騒がないでもらえます？ソファーで飛び跳ねるなんて今時小学生でもしませんよ。いや、興奮してしまって思わず。本当は緊張してるんじゃないですか？それで無理にはしゃいでる、そう見えますけど。いや、昨晩までは大丈夫だと思っていたけど、いざ何万人のお客さんの入りを見てブルブルし始めているとか、そんなわけはないのだ。確かにミチルの気持ちわかるな。早手まで。このソファーは飛び跳ねたくなるね。早手も飛び跳ねないで。っていうか、気持ちを理解するなら緊張の方でしょ。真顔で飛び跳ねてるハヤテ殿、怖いのだ。おっと、着信。ルミナ師匠ですぞ。みんな楽屋どう？豪華だからってはしゃいだりしてないよね。もちろんなのだ。楽屋のケータリング食べすぎてライブ前にお腹いっぱいになったりしないでよ。ルミナは楽屋に来ないんだ。僕はバーチャルシンガー、宇宙の果てから歌声を届けるのが使命さ。さすが、徹底してますね。その点は感心します。さて、本番前だし気を引き締めるためにも脅しを入れておこうか。今回のオープニングアクト、僕たちに指名がかかったのはもともと決まっていたユニットが辞退したからだ。そういえば、そのあたりの事情は全く聞いていなかったのだ。前回、イエローインパクトが 39,345 対0で敗北。あの A ウェーブとかいうものの信憑性はさておき、恐ろしい結果でしたね。全国配信であんな負け方、辛いだろうね。当然今回もああいった、いわば公開処刑がメインイベントだ。公開処刑？そう。普通はオープニングアクトはメインがステージに上がればお役御免、それで終わりのはず。でもアビスメアのライブではそうじゃない。必ずそのまま対決させて屈服させる。それは A ウェーブの宣伝でもあり、客のお楽しみでもある。じゃあ当然今日の私たちも。そう、世の中はアビスメア旋風が巻き起こっている。世間が期待しているのは新進気鋭の黒船による蹂躙だ。はっきり言って僕らはやられ役として呼ばれている。誰もがやりたくない役回り。それで無名の私たちに声がかかったんですね。新人にとっては身に余りすぎる舞台。私たちは餌に釣られまんまとやってきた獲物。どうだ、帰りたくなってきたか？全然大丈夫ですぞ。貝原ミチル、蹂躙のパフォーマンスを見せつけるとしても相手が誰でもいいわけではないはずなのだ。弱い者いじめは見てて面白いものじゃないからね。つまり我々はあのアビスメアからも認められている、一目置かれているユニットということ。私一人では届かなかった、この前の4人でやった配信のおかげなのだ。この4人ならきっとやれる。はっはー、息やよし。そこのお二人さんも覚悟はできたかな？もともとそのつもり。私だって負けるつもりなんてありません。いいね、画面越しだけど君たちのみなぎるやる気を感じるよ。楽屋に行けなくて残念だ。ルミナもふかふかソファーで飛び跳ねたい？違う違う、みんなとエンジンを組めたらなって。こういう時地球のみんなはそうするんだろ。いいね、やろう。エンジン、どうやって？ミチルのスマホの上にみんなで手を重ねて、ルミナも宇宙の向こうで手を出して、気持ちがつながってればそれでいい。気持ち、そういうものなのか？そういうものなのだ。じゃあみんな手を重ねるのだ。何がエンジン、
気持ちを一つによ。今だけこいつらのことは利用してやるだけ。別にこの前の配信が楽しかったなんてそんなこと口が裂けても。そうだな、ミチルから声を出してくれないか。私が。おお、ユニットでエンジンを組んで温度を取る、長年の夢が叶いつつありますぞ。早くやろうよ。おっと、そうですな。では4人ならできる。我々は無敵ですぞ。ああ。